さあ、続きやっていきましょうか。バイオハザード7エンドオブゾイ。初プレイということでね。いやー、前回はもうちょっと心折れた。あそこまで進んでね、船の中でね、まさかデッドになって、ここまで、もう入り口まで戻されたっていうことだったんでね、本当に。いやー、ショックショック。初プレイでね、やるっていうのはまあ仕方ないというか、なんか難しいところは当然なんだけど、やっぱ、こいつ、前回は一撃も食らわなかった。今回、しょっぱなやられたね。やっぱりなんか、銃で撃つのはすごい得意というか好きだけど、まあ FPS が苦手だっていうのと、またちょっとやっぱ近接攻撃って全然ダメだね。もう全くもって下手くそだね。まあ見ていただいてわかるかと思うんですけど、いやーマジでマジで、ど下手くそにも程があるだろうっていう感じだったよね。さて慎重に慎重に、慎重に慎重に。今です！全然気づかないです。本当に背後を取られたら弱いんだね。まあいいんだけどさ。そう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 。いいね。そうだ。ぜひね、こんなため息を聞かされて、今更何を言うんだって感じかもしれないですけど、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、最後まで動画ご視聴いただけたら嬉しいです。まさかね、1分半も経たずしてね、ブラウザバックボタンを押したりとかね、別の動画を見に行ってるなーんてことはないと思うからね。さて、慎重に、慎重に。バレてない、バレてない。セーフセーフ。バレてない。あ、来た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 。バレてない、バレてない。どっち行く？どっちに行く？来ない？来ない？来る？来ない？今です。ああ、こっちから抜けかった。やろ、やろ。うら、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 うら。お口パックンの時間です。奥からバルタン星人登場。おりゃ、スペシウム5000。古い、やっぱりもう、今時の、俺の中のウルトラマンはティガとダイナで終わってるんですよ。あ、終わった、終わった、終わった。オッケーオッケー。ねえ。鶴野武さんと長野さんですよ。ほいけっちゅ。パンチ。芋虫。で、あとは、このあたりは、いないかな。で、ここに確か鉄くずが落ちてたと思うから、ぎえっちゅ。オッケー。じゃあ、先進んでいこう。前回この先進んでってね、敵がなんか6体くらい。まあ、2体かける3尾で。えぇちゅうい、ちくしょい。2体かける3回くらい出てきた。で、こいつが、下から降りてくる、降りてくるじゃん。俺が降りてからの不意打ち！お、首をちょうだい！あのね、首をひねるというよりは、もはやね、こいつは何をしてるの？シコシコしてんの？気持ちはわからんでもないけどな。よいしょ。さて。あー、奥にバルタン星人がいるね。バルタンがいるな。おい。来る？ちょっと待って、来るかな？来て、頭抱えてるね。さあ、おいで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 。一体ずつだったら怖くもなんともないんです。うーら、おいでおいで。うーら、うーら、うーら。これ、伸びてくるんで、あ、後ろからバルタン来やがった。やばい、危ね、危ね。バルタン、バルタン、わーもう。その交互に交互痛い交互ずるい交互ずるい交互痛い危ない回復逃げる後ろ下がるあ回復しない回復してるけど回復はしてるんだけどちょとにかく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 乱戦乱戦混戦あちょちょちょおい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 しいタイムうるうるバルタン攻撃力高いけどあれかい意外と弱い体力低め。攻撃力高いやつは攻撃、体力は低め。なんだけどな、あの、リッカーが結構苦手だったりするんだよな、結局ね。拾う。進む。ドゥ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 。あ、そうだ。忘れてた。こっちの牙。鉄くずになってる。なんか、この間別の中、なんだったっけ、攻撃のフィジーだったっけ。フィジーって皆さん、国知ってます？島。うん。なんか、あ、やった、猛攻のフィジーだ。5% 攻撃力アップ。なんか、おデブちゃんの女性がモテる国だって。まあ、うちの母親、通称ぽっちゃり系なんだけど、フィジーに行ったら、私、まだまだ痩せ型なのよね、って。いや、ここ日本だから、痩せろよっていう話なんだけど。さて。なんかあの、ウィーヒットじゃなくて、なんだっけ、スイッチの、
スイッチの中のリングフィットかをやってるから、運動してるから大丈夫って言ってて、まあ、リングフィットごときじゃねえ。体にある程度その過負荷をかけないと人間って成長しないですからね。まあ、成長する必要ないんだけど、やっぱり、食事制限ができない場合は過負荷かけてやっていかないといけない。あれもう一体いなかったっけ、ここに敵。いないよりをムカデ。ムカデを食うし、イモムシとかならまだ食ってるあれわかるけど、ムカデを食ってるシーンが一番えぐいよね。ザリガニはなんとなくさ、そのエビの仲間じゃないけどさ、まあそれっぽい感じがするから、ちょっと、まあ実際はめちゃくちゃ泥臭いらしいけど、なんかちょっと美味しそうに見えるんだよね。っていう話はどうでもよくって、特にあと残り拾い忘れてるものとかはなさげかな？大丈夫かな？こっちはいけない。OK。OK じゃないんだけど、OK。よし。んだば、行きますか。あれ？敵ここなんかもっといた気がしたんだけどな。気のせいか。そっか。じゃあこれで、誰なんだろうね、こういう閉じ方したやつっていう。本当にこういうの開けた瞬間なんか後ろから敵が出てくるっていう、なんかバイオセブンってそういうやらしさいるよね。なんか一個のなんか場所進んでったらしれっと敵が後ろから登場してるみたいなね。チュー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 、え、出たしょうマジ昭和ブラウン管テレビ直すのと同じやり方を一緒じゃねえかよ。もう懐かしいな。まあね、僕 Windows95 とかの時代からパソコン使ってるけど、パソコンがうまく使う、ちょっといつの間に現れてんな。突如始まるプロレスごっこ、マジかよおっさん、マジキチー。こいつ何だったっけ、スワンプマンだったっけね。えなんか弟と急遽戦う羽目になるっていう。さあ一応やってやろうじゃないか。こいつ何回戦うんだろうな。もう一回急に現れて戦ってたけど、あと痛い強えな。やべ、あ、回復、痛い、背中向けてる時に攻撃。そうなんだよな、ね。FPS ってこういう、その敵がどう動いてるかっていうのが、まあ、本来見えてないのが正しいのかもしれないけど、こういうちょっと難しさがあるよね。よし、攻撃力 1% アップ。でも 1% ってさ、100発殴って、ようやく1回分がカバーできるってあれだからな。ほんと、100個拾わないと意味がないっていう。うしょ、ルル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 。100発攻撃も与えられないっていう。いまだにこの攻撃パターンがわからない。こういうのってどうなんだろうね。あー、伸びてくる。あー、ちょ、しまった。連続攻撃やった。連続。やばい。うら。よし、ひるんでる間に。スープレックス。オッケー。どうや？おい、どうした？よし。これ、槍を、みなぎってやがる。みなぎってる間に、あ、下手くそー、さっしー、ちょ、さっさと刺せばよかった。なんか、無敵時間かなと思って、無駄に溜めすぎてしまった。うら。いて。ボディープレス来た。うくそ。うら。いって、さっきやる倒し返し、くそ。負けてたまるか、苦悶式。うら、いてあー、ちょっとやっぱり強かった、やばい。かあ、つえー。どう戦っていいのか、こう、いまいち攻撃パターンが全くもってつかめんまま、なんか進んじゃったって感じですね。そったべ、いってもうすでに痛い。う
上。下手くそすぎんてか弱すぎん。いやマジか、おりゃ参ったな。これ銃と違ってその狙い撃ちとかじゃないから、集中して攻撃中のもなかなか難しい話やわな。攻撃のフィジーここは変わらない。でも距離を取ってたら攻撃は食らわないから、落ち着いて落ち着いて、ああのなんかあの振りかぶり殴りはあれだな。とにかくヒットヒッツオッケーヒッククリティカイテテテテテテ、甘いわ甘いわ、うい届いてくるんかい。たたた、ぶね、なかなかやる、なかなかやるじゃねえかと。なんであなたそんな余裕なの、プレイしてる人間がこんなギリギリなのに。くそー、ジョーに負けてたまらない、どこと勝負しとんねん。うらうらうら、よし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 、スープレックスタイム、いくぜい、おりゃうぃ、どんなひっくり返し方してんの。あ、もうこのフィジーになった、やった 5% アップ。5% ってやっぱ大きいよね、うん、買い物なんかしてても思うもんね。 5% オフ、みなぎってる、甘い甘い、逃げる、あちょ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 、まあそんな、まあそんな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 、慌てんと慌てんと、仲良く仲良くこぼしてこぼして語り合おうぜ。逃げられた、うろ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 、やばいやばいやばい、また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 、よし、あぶれ、おら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 、ボディに効いたな今。いって、ちょ、あれどこ行った、どこ行った、痛い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 、急に消える、急に消える、まあ、俺が 見逃してるだけなんで、見失ってるだけなんだけどさ。よし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 、そ、そろそろハーハー言って息切れてもええ頃ちゃうんけ。おらおら、あーちょ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 、攻撃を食らわせても全然拾ってくれないから辛いよねこれね、辛いね辛いね。よしもう一発、チャンスタイム、うらスープレック、あ、ちゃうわ、お首を、おー、ムカデ部分を破壊ですか、おー180度回転、そんな大胆な、ザマーミヤ、いや、ザ、ザ、おぉ、ザ、まあ、ザマーミヤがれ。いいのかな、そんな。まあまあ、いいだろう、いいだろう。よし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 。で、ムカデゲット。悪くないな、ムカデ。ムカデなんか食ったら足に刺さりまくって痛いでしょうに。足に刺さる？違う、足が刺さるだね。日本語は正しく使おう。いやはや。ちょっとこのあたり、なんか使えそうな武器組み合わせとかんと危ない気がするけんね。進んでいって。もうこっからしばらく敵は出てこんじゃろ。うん、あんな大変な思いしたんだから。ねえ。さて。しばらくは大丈夫かな。でもさ、あれジャックでしょ？ジャックのことだからどうせまた出てくんじゃねって思ってんだけど。ほんとに。まず間違いなく出てくる。オープンセサミ。あ、戻ってきた。ただいま。よし。これでも結局なんか3本くらい刺さなあかんとかそういうオチになる、なるんじゃない？おーっと思った！復活早いてお前！早いて復活！さらい方よ。娘だろ？実の娘のさらい方が雑すぎるわ。え？ちょっと待って、沈んでった。あんな、あかんやろ。死ぬやん。え？ゾイ？エラ呼吸説？おちょちょちょ。しかもなんかシャッター降りてる。なぜ？おはい。まあいや、進んでいこうか。ほら、どこ行った？どこに行ったんだ？あのスピードで歩いてるんやったら、そない遠くまで行ってへんはずやねんけど、どこや？おー、あれ？ゾイを返せ、このクソ野郎！ジャック、なんでそこ開けれんの？ちょ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 。あーんで、これまたいなくなってるパターンや。なんでいなくなってんねんって話やんな。どうなってんの、これ。
絶対に見つけ出して見失ってねえ、クソどこ行きやがったっていうのもなくさ、絶対に見つけ出してやるってちょっと勇ましい雰囲気出してるけど、いやシンプルにポンコツっていう。いやー、ほんといろいろぶっ飛んでて面白いな。昭和やしな、こいつな。昭和生まれは間違いないんだろうけど。さてさて、これは何、勝手に操縦してくれてる。あ、なんかまたそれっぽいところに出てきたぞ。さてどうなるか。やつはこの先にいるのか。チン、目的地到着です。音声案内は終了します。で進んでいくと、また何が出てくるか。しばらくは出てこないのかな。でもどうせまたなんか無作為に敵が出てくるんでしょうね。あ、イモムシ。ここに、でもここにいるイモムシってなんだろうな。あー、何？ワニステージですか？やだなー、やだなー、ワニ。ワニワニパニック。ちょっとなんか、ないの？木の槍かなんか。出てこないんかい。出てこんかったわ。よかった。で、まだセーブ、もうちょっとだけ進めていこうか。ね。珍しいでしょ。だいたいね、やめるパターンやねんけどな。おお、ザリガニ。ウキ。んで、特に下。こういうのってなんか下にね、いろいろアイテムが落ちてたりするっぽい感じするけど、なかったね。うおっ！あ、人形。あ、うおっ！いるね。ほい！オッケー。一撃必殺だからな。気をつけなきゃあかんな。んで、こっち。登ります。で、特に他にはアイテムなしか。OK。んで、冷蔵庫オープンセサミ。何にも入っていない。まあ、そんなもんか。またいるね。おら！なんだ、鉄くず。鉄くずとき、あ、沈んでくんだね。ブク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 って。いる？レンチン？お、そうか。よかったな、壊れてて。お前今頃、干上がってたぞ。で、登っていって、んで、あーなるほどね。あー、自由徘徊のワニか。あー、外したら怖いしな。どうしようかな。これ、うまく、なんとかすり抜けられんかな。いけるか？いけるか、ここ行った隙に、よし、登れ、よし、登る。どう、ちょっと待って、痛いって、登っとろうが、うおくそ。無理か。ちょっと無理か、やっぱり。まあ、水生生物だから、水際にしか来ないっぽいけど、ちょっとむずいか。やっぱ無理だね、くそ。結構急に来るしから怖いし、何よりも一撃で死ぬっていうのがやっぱ結構つれえな。おにょれ。どうしよっかな、どうしよっかな、どうしよっかな。まあさすがにね、さすがにちょっとここは、やっとかんといかんからな。次はどこに？あ、いるね。で、あいつは動かない固定ワニなのかな？じゃあそこ登っていって、来てないよね。オッケー。よし。じゃ、登って、どっから？おぉ、ちょ。難易度を下げないです。くそ、そんなに死んでたか、俺。
まっすー死んでるか。くっす、ちょっと待って。うわ、めんどくせえ、ここ。うら、オッケー。外すとあれだからな。マジか。めっちゃこいつあれやん。カビに侵されとうやん。シンプル。ん？おう、もうこのフィジー。じゃ、ここはランダムアイテムなんだな。じゃ、ってこと、ここ、こいつか今や、俺の子やったの。おらへい。ほな、どついたるわ。んで、あとは、登って、あ、あ、なるほどな、こいつか。しかもこいつも自由徘徊か。二つ。な、こいつもやっとかなあかんよな。いけるか？めっちゃなんか、リズム、おー、上手ー。リズム刻んでる感じになってるけど。んで、あと、あ、出てきた。よし。ほい、オッケー。よしよしよし。んで、からに、薬液か。おぉ、ちょっと待って、目の前、おぉ、ロロロ、まだおった。いっ、ちょっと待って、つらい、つらい、つらい、ここマジでつらい。終わった。え、何体いるん？ 4 体、4体をぶっ刺した、あと、え、5体。やばいやばいやばい、すげえ半信半疑になってる、今。怖い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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ、どうなってるんや。どうしよっかなぁ。まだ、どこに何体いるかっていうのが把握しきれてない中、これ進むすげぇ嫌なんだけど。おら！よし、OK。怖っ。ちょっと待ってやー、ちょっと待ってやー。ほんまにこれ大丈夫なん？進んでって。やな予感しかせえへんねんけど。いやなー。ちょっと待って。ここカットホール？あとどこや？そこの目の前におるな。そこの目の前におるのと、あれでも目の前に、あー外した、終わった、ごちそうさまです。くっそ、待って、目の前におる、え、5体目どこよ。皆さんわかります？え、わからん。5体目がどこにおるか全然見えへん。まず終わっただろ。で、2体目の終わったやろ。で、ここで槍がなくなる。まあ、そうなったら、あそこのなんか固定でいそうなワニっぽいところ、ワニっぽいじゃ、固定でいそうっぽいワニのところやな。なんやねん、ワニっぽいところって。ワニやっちゅうねん。を始末してた方が、先決やったかもしれない説。つらなってきた。つらーい。もう、シンプルにつらい。もう、どないなってるんですか。ちょっとあまりにももう、ちょっと死にすぎたんで、一旦、ちょっと心折れたから、この辺りで終了させていただきたいと思います。ちょっと次回、次進めるように、把握して頑張りたいと思います。ぜひ、応援と、そしてチャンネル登録ボタン。グッドボタン押していただけたら幸いです。すいません。ちょっと最後グダグダになってしまって申し訳ない。また次回明日お会いしましょう。バイバイ。